とにかくジャイアンツは今シーズンはこの火曜日当たり前ですよね。さあやはり多少意識しながらこう外した感じしますよね。かなりこうなんて言いますか、意図して投げたところですよね。狙ってボールを投げるというのは珍しいんですよ、うん、それだけ今日は気合が入ってるなというのはね、あの1球見ても分かりますね。カーブで詰める首脳陣です。体重移動といいますかね、非常にこうグーッとこうバッターの方に向かってきてますよね。この体重移動は非常にこう沈んだように前へ乗ってきますから非常にいいです。そうですね、今年、まあ、2、3年前と大きく変わりましたね。あ、変わりましたか。ね、膝の使い方ですよ。当たりますとね、ピッチャー困るんですよね。あとこう、なんて言いますか、攻めづらくなるし。ですが、今日は試合前、野村監督がバッテリーを集めまして、1時間半以上このミーティングを勝ちという、はい、今シーズンのヤクルトスワローズ、ね、なんかこうタイプ的に乗ってくる選手が多いですからね。あ、これはゲッツーコースですが、ボールが後ろにストレス強気というピッチングになっています。桑田、バッターは広沢です。ね、非常にこう攻めてますね。これもインコースへ行って初球を打ち上げました。おっと、桑田が、いや、落合が取りました。お子さんが生まれる予定なんですよね。で、まあ、この試合もね、もちろん奥さんも見ているわけですから、まあ、母体に悪影響を与えないようにと、ハラハラ時のピッチングはできない取ってきたなと。ちょっと待ってください、情報が入ります。さあ、今シーズンの桑田をデータで分析です。ご覧ください。三振奪取率、そして防御率とも過去2年と比べるとぐーんと良くなってるんですね。さらに、得点圏ピンチを迎えた時のピッチングなんですが、今年は粘り強いんです。今年の桑田、これから先期待できますね。今年はいい年ですよ。ゲーム入ってるしね、はい、東野さん、はいはい、ネット裏から見ていてね、その結果なんか開きがなくなったような気がするんですけど、特にまあ、グラブの使い方っていうよりも僕はね、下半身の使い方が良くなったというか、桑田に合ってると思うんですよね。これはもう以前から桑田とそういう、まあ、話でいろいろ僕もしたんですけど、左の膝が外回り、大きく外を回ってくるとダメなんですよね。全体的にフォームが開いちゃいますし、左の膝がねじって絞り込むようによく、踏み出していくと非常にこう体の粘点を使えるわけですから、非常に強いボールを投げれますよね。これは一番やはり、3、4年前と変わった点ですよね。特に去年もそうですけど。ワンアウト一塁で打順が飯田に変わりました。今日の桑田、うわーっとこう全速力吹かしていきましたね。一塁はセーフ。飯田がスタートを切りましたが、打球というかそういうボールでもいいんですよね。もう非常にこう前半のシュートは非常にこう効果で表してますね。今早いんだよね。それにしてもこのクラークもですね、ここへ来て非常にまあ、内角確かに攻められますけども、打つのはうまい。それも野球を盛り上がる。いいボールですね。ショートかレフトか、グラッテンがボールを。そうです、まあ、今からでもね、打線との兼ね合わせが合えば15は行くんじゃないですかね。まあ、一シーズン、20、おーっとこれもばっかりでなしに、それはこう安心感があるから思い切ったリードできるんじゃないですかね、今年は。その辺感覚的なものっていうのはね、すごく、体で分かると。そういきますと、ランクは松竹梅とあってですね、今日は桑田は待つどころか特上、なお長嶋に代わって三塁には元木が入っています。壊したくないっていうのもあるんじゃないですかね。なるほどなるほど、その辺はやっぱ、はい、横浜ベイスターズ戦、この時は2失点完投で初勝利を挙げたんです。
今日の桑田は自分でマウンドへ上がっても楽しいでしょうね。欲しいしたのは、この桑田のクラークへの入り方ですよね。先ほど打たれた球から入って、今もそれで首を振ってやりましたね。何か先ほど私呼ばれたような気がしたんで呼んでみましょう。プレーの面での投手に火がついてくれることを覚えます。さあ桑田、いよいよ2アウトまでやってまいります。目前です。こんなに三振取る桑田って11個も取ったら久しぶりでしょう、今日は三振を取りに行ってるもんね、そこが違うところですね。同じ11でもね、もうクラブは完全に三振取るって。まだ余裕があるからね、ストレート押してくるんですよ。さすがの野村監督も今日はやられたという感じ。さあ打球が上がりました。ライト上がっている。センターか、センターの屋敷が取りました。試合終了。桑田5安打完投で3勝。